はい皆さん、えー、こんにちはこんばんは、えー、今日はですねあれですよ焚き火キャンプのお知らせを、えー、したいと思いますあのクリスチャンキャンプ場支援のために、えー、ちょっとねあの何かできないかということで OBC 応援キャンプということで、あのー、企画しましたで今ね焚き火放題キャンペーンっていうのこれ勝手に私がつけたんですけども焚き火放題焚き火し放題です あのまあ、お金払うんですけども普通あのこう一束いくらで売ってるところをいくら燃やしてもいいっていうふうにやっくんから許可出ましたのでえーね、焚き火一晩中こうできるそういうのをやってますでこのお知らせ、えー、今回またしますけども一応ね10月今月はねもう行くのね登りたいく列車うちの教会からメンバーで15名ぐらい日帰りも含めて15名で、えー、その焚き火キャンプ、えー、土日でね でメッセージも私もするってことで、えー、もうそれは締め切ってます。で11月11月の一応7日土曜日8日日曜日にかけて第2回の焚き火キャンプを開催しようと思ってますただこれはまだ誰も今こう言ったのでこんな短い時間に人が集まるかどうか分かりませんけれども、えー、やりたいと思います。とまオバイブルシャレに一応現地集合で 8時か9時ぐらいかねこれまた連絡しますけども朝そこで集合もしくはまあ車でね迎えに行くこともできますのでその辺は臨機応変にして、えー、土曜日えー、っとですね山登りますこれがねまた一つねあの特別企画でねあの「鬼滅の刃」皆さんねそうだ映画今日から映画じゃない確かねあの「鬼滅の刃の」あの舞台が奥多摩なんですよ。でさらにゆかりの山があってその山に登ります。 で、この日7日に登るのは、ま、今んところ予定としては大竹山この大竹山っていうのは何の山かというと猪之助の橋平猪之助猪之助の山出身地は大竹山その大竹山に登ります予定です。でもしくはあの日の出山日の出山日の出山それは、えー、あの人柱の一人、ね、姫島行名ですかあの人の出身の山に登るどちらかに登りますどちらか時間とかによって。 時間とかメンバーによってどちらかの山に登りますっていうかね、OB c の裏山がね日の出山なんだよね日向島行明さんの山なん、まあ、それをしますとで2時ぐらい土曜日の2時ぐらいに OB c に降りてきてでそこから参加っていうのもできます、えー、ねゆっくりそこから参加もできますでその後テントを張って夕食バーベキューをしてそのキャンプ場でねで焚き火を します夜はね。で焚き火の時に賛美と、えーまあ、ギター弾ける人がいたらですけども私できませんのでまあ、メッセージメッセージを渡しますんでまああのー、簡単なっていうかねあのメッセージをしたいと思います。でその後夜はね長いですのでマシュマロ焼いたりバウムクーヘン焼いたり、えー、いろいろ焚き火で楽しんで、えー、いきたいと思います。でこれ あの一応クリスチャンのキャンプ場なんですけどもお友達のねクリスチャンない方は呼んで一緒にね来ることは全然 OK ですし私もそういうメッセージをしようと思いますしあの逆にこれ伝道ととしてて、ね、使っていいたただけたらと思います、えー、で次の日11月 8, 8日日曜日は朝はこれです森の朝食、えー、おしゃれパンケーキかなんかをねこう焼いたり。 なんですけども私個人的にはね,あの,割とね私のキャンプって割とこう和風のものが多くて、ね、朝寒いじゃないですか寒い時は結構うどんとかが美味しかったりするんですけどもその辺はちょっとねあの臨機応変にまたメンバー決まってからでも考えてでもおしゃれパンケーキもできますあの海賊ですけども。 でその後チャペルで午前中に手術礼拝、えー、これもキャプテンヤスのメッセージで、えー、賛美チームがもし作れるようだったら来た人のメンバーの中で賛美をしたいと思います。で礼拝後はねもう午前中あのー、お昼前にもう解散というか自由に自由ですので、えー、山や川に引き続き、えー、行ってもいいですし、あとはキャンプ場でちょっとまったりしてても。 ゆっくりおの神様との時間を持つっていうのもいいと思います。えー、で料金ですけども宿泊と、えー、食事夕食朝食2食ついてテント泊の場合は4,000円。で施設泊テントもう寒いですからあのこれ経験者以外は焚き火はするけども夜は中で寝た方がいいと思います。での えー、テントの人もね、あのー、布,団布団ついて中で泊まる場合は食事もついて全部で6,000円っていうふうになってますテントの場合は4,000円、えー、中で寝る場合は6,000円でテントとテントマットそして寝袋はもうコロナのこともありますので各自用意ですレンタルはありませんですから経験者キャンプ経験者とかね持ってる人はあのテントで,で持ってない人手ぶらで着たい人は、まあ、ちょっと値段高くなりますけども えー、焚き火だけ参加ということ焚き火とババキーだけ参加ととができます。で、コロナまたねあの人数増えてるから心配な方、えー、もちろんコロナ対策は万全とってます、えー、でこれね逆にねすごい安全だと思うね例えば家族で参加してください家族で参加の場合車で来るじゃないですか車で来るから OB 市まで車で来ればその間、まあ、家族のねあのだけですので安全ですしテントテントも もしその家族で1つね入ってあればそこでえーまあ1部屋というかねできますので,で焚き火の時にはもちろんねあの距離も取りますえーソーシャルディスタンスも取りますけども何しろこれオープンエアの,ねあの換気とにかくしろっていうことらしいですのけども外でやってる分もうね換気し放題ですのでえ大丈夫ですで。バーーベキューは調理スタッフ おそらく私だと思うんですけどもが、まあ、マスク消毒徹底して、えー、みんなでやるというよりも私の方で、えー、全部準備してという形を基本したいと思います。で礼拝日曜日の礼拝もソーシャルディスタンス、えー、もちろん、あのー、マスク着用で,、えー、で人数ですけども本当はねあそこも100人とかそのぐらい行っても大丈夫なんですが人数は20名以内というふうに。 あの募集もね20名で締め切ろうと思っています、まあ、多少約20名で多少ね家族の関係とかで増えたりはするかもしれませんが20名はいかないと思います。えー、というふうに考えるとあの朝の,朝のねラッシュの時間に電車で通勤通学するよりもまたおの昼の時間ね私よくねお昼買い,買い出しにあの行くんですけどもあのースーパーに買い出し午前中のねお昼前のスーパーってすごいんですよ今。それよりも全然安全です。 えー、お二間参加したいという方、えー、私の方に連絡まあいろんな方ねフェイスブックでも LINE でもフェイスブックが一番ね今これ、あのー、見てる方フェイスブックとかね、えー、何でもいいですよ私に連絡してくださるか OBC の直接でも OBC のヤックの方に、えー、でもいいです、えー、ご連絡くださいあの11月7日8日の焚き火キャンプに行きたいんですけどっていうようなこと。 詳しい何、あのー、てかなことを聞きたい人は私の方のが、まあ、いいかもしれないね。と、えー、いうことで、まあ、誰も来なかった場合は一人で、あのー、キャンプしたいと思います。であとね何でこれでしたかというとおしゃれしてこないでくださいあのいい格好してこないでくださいあの焚き火でねあの、まああのまあ、燃えることはないですけども 匂いが映ります焚き火の匂い焚き火の匂いそれはそれで、ね、すごく私好きなんですけどもあの焚き火の匂いつきますし最悪いろいろ燃えたりもしますので、えーまあ、コロナもねあの対策ですけども焚き火の場合もそういう,こうちょっとねあの、まあ、古い私こんなもう20年以上着てるボロボロの,あの服ですけど山の格好であれですけども、えーまあ、そういう格好でリラックスして。 神様が作られた自然の中で賛美礼拝そしてキャンプ場の支援にもなったらと思います。これ奥多摩バイブル謝礼で、ね、もしうまくいくようだったら他のキャンプ場もねいろんな形で、えーまあ、チャレンジしてこのコロナの、えー、コロナ禍であっても私たちクリスチャンがこのキャンプ場クリスチャンキャンプ場そして、えー、子供の 伝道へのミニストリーの火を消さないために、えー、何かできたらと思います。それでは、えー、ということでまたごきげんよう。